晴れた頭はもう手遅れ、 B 型なんでそこはご了承、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、あー寒なったですね、寒いですねって感じなんですが、いかがお過ごしでしょうか。北九州方面やっぱ正解やったっすね。昨日取り込んで朝方5度切れましたね。やっぱギャーンとね、やっぱりちょっと冷え込みますね。冷えてきました。はーい。外のメダカ、メダカちゃんは結構あれなんですね。夜見たらやっぱ寒いときはガーッと下にこうやっぱ隠れとるとはですね。で、朝今日見たらやっぱ上にふわーっと上がって、やっぱ暖かくなれば上に上がるという感じなのかなっていう感じですね。はい、まあ、順調に緑っぽくなっております、水が。はい、ということで、昨日は、ライブしましたですね。ちょっと早い時間からやったよね。リクエストに答えて早い時間から始めたんですが、なんだかんだ言ってやっぱ終わるのは12時ということですね。そらバッテリーなくなるわという感じで、バッテリーも満タンでね、準備満タンでやったんですけども、切れたね、やっぱ途中でプツってですね、当たり前ですね。でやっぱライブしたらやっぱバッテリーの減りが早い。で、なんかあれですね、昨日は、マッサラ DJ さん、マッサキングさんに、ね、博島さんに名前がもう決まってしまったですね。はい、博島さんにっていうことで、はい、ちょっと面白い組み合わせでやったんですけど、まあまさかまさかの、マッサラ DJ さんとマッサキングさん、もう名前もですね、なんか似た感じなんですが、紛らわしいという話で、まさかね、ちょっとパッと見がね、似てる、似てるとか言っていう話になって、マスクしたらわからないないっていう話になって、はい、で声もどっちが喋れるのっていう感じになって、すごい紛らわしいでドッペルゲンガー説が浮上しましたですね。まあでも二人は初めてね、お顔拝見というところで、なんかああこんな感じの人なんやっていうのですね。はい、なんかあれですよね、電話だとか、まあ、声とかではですね、こうやり取りはマサさんとはしたことあるんですけど、タカさんはもうね、ビデオ通話とかで、もうお互い顔を見てやってたんで、はい。まあ、タカさんも全然抵抗なく話してたんで、多分イメージ通りだったんですかね、ということなんですけど。ああ、面白かったですね。なんか視聴者も結構多かったですね。ただ4人がベラ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 喋り寄ったっていうね、植物のことも一切話さず、ね、ただバカ話してですね、はい。まあ、途中なんかディスりまくりでしたけど。そんな感じでやってましたが、はい、どんな人が見に来とったっちゃろうかねとかって思ってて、あとね、なんかね、DM っていうかあれで見たよとかっていう人も来てたんですけど、あごめん、気づかんやったわとかっていう話で、はい、でやっぱ4人でなると、やっぱコメントがちょっとこう、やっぱ見落としがちになるなっていうのが、昨日よく分かりました。はい、でもあれ4人でこう販売開始だったらもう大変やろうな。1人がちょっとコメント読み上げるとかですね。だからもう赤島さんはですね、もう喋らぬならコメントをこう、ちくいちこう、させてくれないですね。なんとからしいですよとか言ってもらったら、あなんとかとか言ってですね。っていうのは思いましたね。はーい。まあでもなんかね、結構ああいう、もうなんか本当なんかリモート飲みっていうのができますな。こうああいう中でこう飲んだりするんでしょうな、多分な。そういう風に思いましたですね。楽しかったです。またやりたいなという風に思いました。はい、じゃあもう週末もやってきますね。はい、もうドキ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 されてるという感じじゃなかろうかと思うんですけど、はい、まずは、ホープスペースのサイマンさんと、マッサラ DJ さん、昨日ね、出たら、マッサラ DJ さんが、ライブをします。販売ライブですね。はい。なんか夏型の、植物を格安でっていうところと、鉢、なんか鉢の植え込みを
したやつを、販売ということで、またこれもちょっと、どんな風な、ライブになるんだろうかと楽しみですね。はい、まあ、私もちらっとこう覗いてみようかなとかって思うんですけどですね。はい、まあ、あまりもうね、もう販売に集中していただきたいので、もう振られない限りはコメントはしないようにね。うん、まあ、それせんとやっぱりどこでもここでもなんかギャラ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 っていうのはちょっとおかしな話なので、場が盛り上がりそうやったらちょっと刺すみたいなね、そんな感じでやるような感じなんですけどね。はい、まあ、お墓島さんもなんかすごく昨日のライブはすごく楽しかったみたいで、これいいですね、楽しい、またやりたいとか言ってたんで、あ、まあよかったのかなっていうふうに思っております。さて、そして、土日またやってきますね、ついに。はい、岡山県赤磐市、熊山英国庭園グラスハウスにて、さあ、ついこいイベントがありますよ。まあ、今日みたいなちょっと曇りだとか、ちょっと雨パラッと降るとちょっといやらしいなと思うんですけど、さあどうなんでしょうか。天気は良くなってもらいたいなとか思うんですけど、まあ、そこではね、グラスハウスっていう中、雨が降ってもその中で、できますので、はい、まあ、去年はそれでですね、やってても人は結構来てもらってたみたいなので、はい、楽しみだなとか、とかね、ゲストというかこの出店する人たちも結構今年の春よりも多いみたいなので、うん、新しい人もね加わって、はい、和歌山の新和吉さんですか、はい、新しく、ね、作った、エプロンで、参戦するみたいで、なかなか美人さんなので、宮古さんも絶対美人さんやろうなと思いますんで、まあ、そこら辺も皆さんチェックですねっていう感じですが、はい、さあパキポキ、また今日から仕事っていうことで、昨日休んだかな。なんかね、まあ、ちょっと 朝もずっと寝てましたですけど、はい、また中もバタ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 してなんかあっという間に終わったという感じで、まあ、休みがあればあるほどこれでね、またこっちの方に、またやってしまうという感じなんですが、はい、さてこの続きは YouTube だ。バキポキさんのバキ、はい、パキボキさんのぼやきアットカキです。はい、今日朝吉野さんがストーリーでですね、朝の歌っていうので、宇多田ヒカルを歌ってました。はい、なんかちょっと意味が深いなっていうなんか言葉をこう発しておりましたですけど、まあ、演芸やろうぜは俺の中ではもう始まったるみたいな感じの意味に伝わったんですけど、間違ってたらすいません。やっぱさすが疲れたっすね。もう毎日毎日仕事もでしょうけど、はい、もうほぼほぼね、ポストもちょっとやっぱ元気がない感じですけども、しょうがないですわね。もう体と当日ね、やっぱそこで、調整してっていう感じでしょうからですね。はい、あとあっちゃんですね、こちらも吉野さんの後輩ですね、あっちゃんもなんか今日ストーリーで歌を歌ってましたね。これ初じゃないですかね。はい、なんか吉野さん帽子を、吉野さん帽子じゃないんでしょうけど、吉野さんが持ってる帽子と同じ帽子をなんかこうやって写しながら歌ってましたですけど、はい、あっちゃんも気合入っておりますね。あっちゃんはなんかあれですね、竹炭っていうんですかね、竹の炭をなんか販売もするみたいですね。なんかそこの方も皆さん、お買い求めいただければなと思いました。はい、ということで今日もまあですね、今からちょっとポストはまだほとんど見れてないんですけど、はい、どんな風になってるんだろうかと、まあ、これをポストする、時にはあ、そっか、今日は違うんですね、今日は別にライブないかな、また誰かライブするのかなとか思うんですけど、また週末ライブすごいっちゃうな。そんな感じで思っております。はい、であと植物のことですね、とりあえず昨日、北海道の勝さんからですね来ましたよ、リッキアリッキア。ちょっと種類はですね、一応タグをもらったのでタグさしておりますけど、3種類、来ました。さあ、またリッキアはどんな風になっていくかというですね、
まあどんなのでしょうかね。でも結構今年ちょっと外に置いて育ててましたですけど、やっぱあんまり直射日光当てんがええのかなとかって思うのもあるみたいですね。なんか真っ赤になっとったのあるので、なんか誰かが言ってます、トシさんとかな、なんか赤くなるのはストレスカラーですよっていうとか、あんま良くないっていうことなんでしょうけど、で昨日の夜というかちょっとこう日が陰ったとこ見て、やっぱちょっと白っぽくなったから、やっぱそうなんやっていう風な感じで、とりあえず一株は、外に置いてますね。これはもうちょっと私の中での実験でって言ったら植物には悪いなと思うんですけど、はい、どれが正しいか分からんからですね。はい、で私はもう温室とか持ってないので、その窓際のところにいかに暖かくできるかっていう環境で今もうぎっしり置いてるんですけど、さああれがどうなるやろうかって、あんな置き方しとって大丈夫なんやろうかとか言ってですね、でもまだ寒なるやろうなと思ったらね、あの植物に対してはちょっと、まあでも去年はどうかな、去年なんか結構寒かったけど、まあでもほぼ水やりをしなかったんかな、っていうやり方をしてましたよね。はい、だからやっぱりなんですかね、やっぱその温度がそこそこやっぱ当たったり、やっぱ光かな、程よい光がやっぱり当たってないといかんのかなと、もうどんどん今からですね光が弱くなってくるというか、なってくるからですね、植物にちょっとやっぱ動きにくいのかなとかって思うんですけどですね、まあそこはちょっとよくわからないです。はい、あと麦アクアリウムさんって言って、あのメダカをね、あの命かけてますみたいな方がいらっしゃるんですけど、メダカちゃんもとりあえず顔を、あの加える温度、顔をなんかちょっと温めてるみたいですね。なんか26度28度ぐらいで、やるといいという感じでなんかされてましたですね。はあ、まあそういう設備ありませんので、外でキンキンに冷えた中でメダカちゃんは、頑張って、はい、あれするみたいですけどね。はい、まあ今日朝パラパラっとまた餌をあげましたけど、まあ食いつきは、やっぱ寒かったらあんまりつけないのかな。でもなんか当たれば当たるほどバグバグらしいんでですね、はー、どうなんだろうねとか言って思っております。はい、じゃあそんなもんですかね。はー、まあ、とにかくあのライブした次の日っていうのはもう結構疲れております。もうぐったりですね。はい、まあしょうがないですよねっていうところで、はい、明日は金曜日ということ、あ、違う、ん？金曜日か、金曜日ですね。あ、やっぱ明日、あ、明日ですね。はい、金曜日というところで、明日の8時からですね。はい、サイマンさんとマッサラ DJ さんの販売会ライブがありますので、まずそれ見ていただいて、あさって、しあさっては、秋の演芸やろうぜがありますので、皆さん振るってご参加くださいというところで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日は以上です。テッケニージー。